次は、毒親、スノーマン・メグロレン・海の始まり、ガン・妊娠・中絶・思いつきなインの視聴率が V 字回復した明るい理由。7月29日、スノーマン・メグロレン27が主演、有村霞す31が相手役の連続ドラマ、海の始まり、フジテレビ系月曜夜9時からの第5話が放送された。海の始まりは、 メグロの出世作となったサイレント・富士二22年10月期の村瀬健プロデューサー、脚本家の産方美久氏監督・風間博氏らスタッフ陣が再結集した作品。ある日突然シングルファーザーになってしまった青年、月岡夏、メグロとその周囲の人々を描く物語である。前週の7月22日に放送された第4話では、 有村演じる夏の恋人、百瀬弥生の母親の描写が毒親では。と話題になっていたが、今回の弥生の発言から改めて話題が沸騰している。そして、同ドラマはここに来て、数字も回復させているという。以下、海の始まり、第5話までのネタバレを含みます。有村演じる弥生は、夏、目黒と交際する前に子供を中絶した過去があった。 当時、弥生が母親に電話をして妊娠したこと。相手は出産を望んでいない様子だと伝えると、母親は、じゃあ、卸ろしな、と一言。弥生が一人で育てるのってさ、と切り出すも母親は遮り、私、無理だからね。無理だから、と聞く耳を持たず。弥生が呆然と、そっかそっか。了解と返すとお金、ちゃんと出させなさいね。 ときつい口調で言い放ち電話を切った。第4話でこういった回想シーンが描かれたことで独身すぎると話題になっていたが、29日放送の第5話では、さらに弥生と母親との確執を感じさせるシーンがあったのだ。弥生は6歳の娘の父親になる夏のため、自分の髪で三つ編みの練習をさせることに。そこで弥生は母親が髪を編むのが、すごい早くて痛い,いの。 作業って肝心で、にもかかわらず自分が父親にお願いしようとすると怒るような人だった、と明かしたのだ。ごめんね、いつも理由つけて合わせなくて。嫌いなの、母親が。好きなタイプが家族を大切にする人だったら、ごめん、と話すと夏は嫌いでいいよ。親だって、人出しと返し、弥生も諦めたような悲しげな笑みを浮かべ、うん、じゃあ嫌いなままでいる。 と答えたこのシーンに対して視聴者からは、夏くんの母親や夏の元恋人の追記の母親と比べると、どんだけ弥生さんの母親が異常か思い知らされるな。そのうち弥生さんの母親登場するのかなまず、母親と対峙して言いたかったことを全部言おう。そこからだな。といった声が多く寄せられて、 話題沸騰となっているのだ。月ツ9ドラマ、海の始まりは、物語の始まりが予期せぬ妊娠だったことや、第4話で具体的に描かれた弥生の中絶の話など、身の回りでも起きうる非常に重いテーマを取り扱っている作品です。そこに来てさらに、毒親というやはり重いテーマが話に加わりそう、ということですね。加えて、 第5話では、古川琴音さん27、演じる夏の元恋人、長も水木の死因も明らかに。本作の脚本家生方誌の放送前インタビューの内容と重なり、こちらも注目を集めています。女性誌ライター、これまで、元恋人、水木、古川の死因は、病気としか明かされていなかったが、第5話で具体的には、子宮頸癌で亡くなっていたことを夏、目黒は知った。 そして、かつて医療機関で助産し、看護師として働いていた脚本家のう方氏は、ウェブ版の神社6月27日配信の放送前インタビューで、こう話していたのだ。明確に伝えたいことは2つだけです。一つは、眼検診に行ってほしいということ。すべての人が受診できる受診しやすい環境が整ってほしいです。もう一つは、 避妊具の否認率は100%ではないということです。第1話で弥生、有村が検診をサボろうとする会社の後輩に何かあってからじゃ遅いと注意する場面があったことからも、眼ン検診に行ってほしいというのは、う方氏が強調したいメッセージであることが伝わってくる。さらに、中絶と避妊の失敗による妊娠、それに伴うカップルや家族の辛さが、 同作の前編を通して描かれている。そんな重いテーマを正面から描いてきた、海の始まりは1話以降、視聴率が下落傾向にあったのが、ここに来て V 字回復しつつあるという。海の始まりは、現在テレビ界で重視されるコア視聴率、13歳から49歳までの個人視聴率5%超を叩き出した、サイレントのスタッフが再集結した。 今をときめくメグロさんの主演作ということで大注目を集め、他局が初回潰しに来る中、初回はコア視調率2.9%、ビデオリサーチ調べ、関東地区と悪くないスタートを切りました。ところが、想像以上に重すぎるとも感じられる内容に、離脱してしまった人も多くいたようで、2話で数字を落とし、3話には2.4%まで下がっていた。 それが第4話で、再び2.9%と一気に持ち直したんです。大竹忍さん、67、池松壮介さん、34、などの一流俳優の名演技、そして神奈川の海をはじめ美しい映像、作品のクオリティは非常に高く、脚本家伊方さんが明示していた2つの伝えたいことを真摯に描いていることも、徐々に受け入れられつつあるのかもしれませんね。 制作会社関係者。放送枠の富士月9枠は、かつてはトレンディードラマを量産してきた枠で、気軽に楽しめるラブストーリーや明るく楽しい作品が多く放送されてきた。海の始まりのようなシリアスな作風を求めていない人も多かったと思われ、実際に月曜日から重すぎるといった声も上がっている。だが、ジンジャーのインタビューでも触れられていることですが、 脚本家の生方さんは月曜9時にとらわれないことを意識していると言います。自分が伝えたいことをしっかりと正面から描いていますよね。それが主演の目黒さんたち俳優陣の演技とサイレントを大ヒットさせたスタッフによる丁寧な作品作りによって視聴者にも伝わってきているのではないかと。